1963年夏、新しいケーブル敷設船ロングラインズ号はバルティモアに向けて航海を続けております。ロングラインズ号は今バルティモアに入港し歓迎を受けています。そして初めての大きな仕事、すなわち大西洋にもう一つの電話ルートを敷設するためケーブルの積み込みに帰ってきました。この新しい電話ルートに使われる中継機とケーブルはウェスタンエレクトリック社が製作したものです。海底を走るこの通信幹線ケーブルはニュージャーシーの海岸からイギリス南西部のコーンウォールの海岸まで伸びるのです。この仕事が実際に始められるのはウェスタンエレクトリック社工場からです。新しく出来上がったケーブルはとりあえず大きな鉄の容器に収められます。この中には約20海里のケーブルが収められますが、容器ごと大型のトレーラーに積まれ岸壁まで運ばれます。一つの容器に収められたケーブルを船のケーブルタンクに積み込むのにはおよそ4時間かかります。そこで能率を上げるために2個の容器から同時にケーブルを船に引き込めるようにしてあります。そしてその2個の容器が空になったら次のケーブルが直ちに積み込めるように他の2つの容器が待機しています。ケーブルは容器から真上に引き上げられベルマウスを通って船のタンクに向かいます。ケーブルは長い通路を通りロングラインズ号の船首甲板へと進んでいきます。そしてケーブルが通りやすいように通路には絶えず水が流されています。ケーブルは船首甲板では大きな滑車を通ってハッチカバーの下を船尾に向けて一段下の広いケーブル作業用甲板へと降りていきます。それからこの積み込み用機械を通ってタンクに送り込まれるのです。積み込み速度は1時間に4ないし5海里。ケーブルは滑車を通って後半の通路を滑りケーブルタンクに入ります。タンクの中でケーブルはきちんと巻かれていきます。一人の人間が絶えず歩いて外側から中心部に向かって巻いていきます。一回りするたびにきちんと巻かれているかどうか点検します。ロングラインズ号の3つの大きなタンクにはおよそ2000海里のケーブルが収まります。最初の20海里の積み込み作業が終わりに近づくと岸壁では次の容器が準備されます。ケーブルが岸壁で待機している間についた小さな砂やホコリを取り除くために完全に洗われます。積み込んだケーブルの端末と次のケーブルの頭とを接続する準備がなされます。それぞれのケーブルの端末には接続機が取り付けてあります。この接続機はケーブルの全長20海里の両端につけられていて中継機に接続されるように設計されています。次の容器のケーブルを積み込むために
この接続器は金属製の棒でしっかりとつながれます。そしてキャンバスですっぽりと覆い、積み込み中に傷がつかないように保護します。接続器の積み込み準備が終わると船に合図され、積み込み機が動き出します。そして新しい容器に収められたケーブルの積み込みが始まるのです。ケーブルが新しい容器から引き出されると、接続器もベルマウスから出て通路を滑っていきます。この接続器が作業甲板に降りてきたことで、次の容器の新しいケーブルの積み込みが始まったことがわかります。ケーブルの積み込み作業中、一方ではクレーンが中継機を船に積み込んでいます。20回りごとに接続されるこの中継機は、弱まった電波を増幅するためのもので、重さ約250キロ、一つ一つ梱包されています。ニュージャーシーとイギリスの間の海底を結ぶのに、約200個の中継機が必要です。ケーブル作業甲板に入った中継機は、梱包を解かれて格納棚の決められた位置に置かれます。その一つ一つはケーブルと接続するのに具合が良いように置かれているのです。ケーブルの両端末にある接続機も、この中継機置き場に引き込まれ、中継機と接続しやすいように収められます。中継機置き場からタンクまでの途中で、ケーブルはタンクの壁にあるこのガイド用スロットにしっかりと固定されます。中継機の端は厚いプラスチックのキャップがしてあり、積み込むときに傷がつかないように保護してあります。このキャップが外されて、中継機から出ているリード線がケーブルに接続できるように準備されます。ポリエチレンで覆われた太い方のリード線はケーブルの内部胴体に接続され、細い方は外部胴体に接続されます。継ぎ目は特別の機械でつなぎ、ポリエチレンの新しい絶縁体の覆いがかぶせられます。継ぎ目は一つ一つ X 線で検査され、不完全なところがないかどうか注意深く調べられます。接続が完成すると、ケーブルの接続機は中継機に取り付けられます。この取り付け作業も大変厳密に行われます。深い海の底ではものすごい水圧がかかるので、それに耐える必要があるからです。ある地点では海の深さは5000メートル、あるいはそれ以上の深い場所もあります。この接続が完了すると、技術者たちは次の中継機の接続に取り掛かります。そして停泊中に全部の中継機がケーブルに接続されるのです。ケーブルがタンクいっぱいに積み込まれ、中継機との接続が終わると、浮接船ロングラインズ号は初めての作業である第3大西洋横断ケーブル浮接工事のため出航していきます。作業を始めるときには、マストにケーブル浮接工事中接近禁止の信号機を掲げて、他の船の注意を促します。バルティモアで慎重に積み込まれたケーブルは、ケーブル作業甲板に引き出され、船尾に向かって進んでいきます。それから船尾甲板の通路を通り抜けて、船尾から海へ送り出されていきます。ケーブル浮接が始まると、中継機の沈む速度を緩和するため、赤いパラシュートが取り付けられます。そして中継機は棚から吊り上げられて、甲板を越え、ケーブル用の通路に下ろされ、
そこで海に送り出されるのを待つのです。20海里ごとに接続されている中継機はリニアエンジンを通り40フィートほど先の船尾を通って海面に送り出されます。中継機が波間に消えて数秒すると赤い風船が海面にぽっかりと浮かび、カバーが取れてパラシュートが開いたことを知らせます。中継機が徐々に海底に沈んでいきます。こうしてケーブルと中継機が次から次へと海底に沈んでいきます。ケーブルをタンクから引き上げ海に下ろす仕事をするリニアエンジンの調整室では、技術者たちは計器に現れる変化を見つめています。敷設作業の中枢部にあたるところはドラムルームと呼ばれ、作業のあらゆる面を調整します。音響促進機や震度記録装置によって船の下の海底の様子も知ることができるのです。あらゆる細かいことが記録され、海底の地形に従ってケーブルがどの程度のたるみを必要とするかが決定されます。たるみがありすぎるとケーブルが無駄になり、少ないとケーブルに無理がかかって損傷する恐れがあります。リニアエンジンのケーブル敷設速度は海底の状況と船の速度を考え合わせて調整されます。敷設したケーブルの乖離数やたるみ、その他すべて関係ある事柄一切が詳しく記録されます。小さな計算機に船の速度、リニアエンジンの速度などを組み込むと、自動的にケーブルの適切なたるみの量が算出されます。ケーブルの敷設が行われている一方、試験員たちは絶えずケーブルと中継機のテストを行います。これは敷設中の中継機とケーブルが完全であるかどうかを調べるために行われるのです。そして新しく敷設されたケーブルを通して海岸の陸揚げ局と船とが絶えず連絡を取り、いろいろなテストを行います。敷設された数多くの中継機の真空管を動かすには5000ボルトの電圧が必要です。このようにして乗組員や技術者たちは一刻の休みもなく、どんな天候をも厭わず3本目の大西洋横断ケーブルがヨーロッパと北アメリカを結ぶその日まで作業を続けるのです。この仕事を終えると、次にロングラインズ号は太平洋でハワイからミッドウェイ、ウェイキ、ガムを経て東京を結ぶケーブルを敷設し、さらにハワイからアメリカ本土に2本目のケーブルを伸ばすことになっています。それが終わると今度はガムとマニラを結ぶケーブルを敷設する予定です。こうしてロングラインズ号は海底ケーブルによって世界の通信網を広げるという重大な仕事に絶えず活躍し続けていくことでしょう。